とりあえず当てる。はい。さあ今日は何ができるでしょうか。あ、言わんかったっけ？言ってなかったっけ？あ、言ってないか。言ってないね。人参、じゃがいも、玉ねぎということは、まああれですよ。はい、あれしかないですね。さあ、もともとね、野菜に関する仕事をしてましたので、包丁さばきはさすがですね。いやいやいや。顔見てるだけなんだ。俺あんま玉ねぎの皮って剥いたことない。あ、そうなんだ。うん。で、売るのはやってるけど調理はしてないから。そっか。自炊しないの？自炊。自炊ね。あんましないね今。あ、そうなの。本当ね、一人暮らし始めた頃だけだったね。ああ、カレー作ったりかい？うん。それこそ今度カレー作ったりとか。まあ、あ、ここに皮入れちゃダメか。ゴミ袋用意してないね。そうだね。入れるのにここはね、やっぱキャンプなんですよね。ゴミの分別とかもきちんとしなければなりません。うん、そうなんだ。今適当に切る？はい、全然いいですよ。つまりやれって感じですよね。多分ね、芋ね、3つもいらないと思うんだよね。ああ。ちなみに今日はね、何カレーでしょうか、これ。シーフード？あ、シーフード。はい。シーフードって芋入ってるんでしたっけ？うん、まあ。あってもいいよね。うん。ダメってことないね。はいはいはい。あと洗ってだね。うんうん。あ、先に。うん。洗わなくてもいいか。はい、ということでね、友次郎さん、今日はどうやって火を起こすんですか？今日はね、文明の力を使います。文明の力を使う、はい、というとどういう文明でしょうか？文化焚き付け。文化焚き付けですか？はい。それに何を使うんですか？これをね、ライターですね。ライター。あれ、友次郎さん、ここにですねっていうのがあるんですが。あ、なるほどね。はい。これで着火しますか？そうですね。これ何、ボタン押すの？ガスあるじゃないですか。それを少し出して、あ、そうだね。で、ポチッと押すと。あ、おお。文化焚き付けより文化焚き付け。いやいや、もうこっからね。はいはい。あ、こっから。はい。もう文化焚き付けだけで。はいはいはい。あ、これ燃やし続けたら多分結構いい。いや、使わない。それは使わない。あ、ダメですか？はい。あ、そうですか。でね、あとこのまあ。こういう重的な素材のこっちに巻き付けるのが大きいのはね、ちょっと割りながらやっていこうかなと思います。はい、あ、大きいね。大きいね。ちょっと割っていくか。割りません。あ、はい、じゃあ割りました。あ、割れました。はい。いいですね。割りながら。はい。やっていきます。これからね、カレー作っていくんですけれども、まずね、米、研いできました。米研いで、米はね、ちょっとこれで、蒸すのはちょっと私、できないので、またね、アルコールですね。アルコールの燃料で、米炊こうと思っています。それとこの後ね、先ほどカレーのね、具を洗って、野菜洗ってきたので、この後調理していきたいと思います。友次郎さん、結構ね、薪がね、大きいので、私持ってきた薪ね、これをね、ちょっと今、割っているところですね。どうですかこれ、煙出すぎじゃないですかこれ。煙出すぎじゃないですかこれ。あ、こそう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 、燃えてないからね。そう、不完全燃焼ってやつです。燃やしますか、ちょっと燃やすか燃やしますか、ちょっとね、ひどいですね。はい、ということで、今日はね、文明の力を借りてね、こちらね、バーナーで試していきたいと思います。ちょっとね、この文明の力を使った後、ちゃんとね、今燃え始めました。不完全燃焼ですね。この煙がすごい許されます。あと、ちょっと要注意ですね。これ薪も結構ね、いい感じに燃えますので、一晩でね、どれだけ薪がなくなるのか感じますね。だいぶ大きめにきてるんで、こっちの方に、はい、いい感じでしょうかね。もういつ鍋置いても、はい、今日はね、カレーということなんですけども、キャンプといえば、焼肉みたいな感じだったんですけど、あえてね、今日は、ちょっと僕のね、リクエストでカレー食べたいということで、スペシャルカレーを。これね、実際ね、私自身ね、キャンプすることたまにあるんですけど、こうやってね、キャンプで調理することほぼないんですよね、私自身から。キャンプ先でご飯を、ね、外食するっていうことがほとんどだったんで、ね、お酒飲みながら。楽しみです。本当のキャンパーじゃないかもしれない。そんなことないですよ。そんなことない。スタイルそれぞれなんで。あ、本当？なんかね、熊さんのアウトドアツーリングともろもろチャンネルとかね、名前語ってるくせにあんまりキャンプはテント張るだけっていうそういうスタイルでキャンプしていました。はいはい。で、水入れてって感じかな。はい。いや、多いな、こうやって見たら野菜。うんうん。はい。あ、薬料系の芋まで入れちゃった。あら。まあ、いいでしょう、いいでしょう。やっぱり避難するそうです。はい。はい。あ、いい音しますね。これさ、あれだよね。火加減がさ、調整できるわけじゃないから。そうなんですよ。だから時々こうやって持ってね。そうそうそう、ちょっと水入れた方が、あとで、あとか、あとでいいのか。ちょっと軽くというか、火通してから水入れて、ルー入れてっていう形かな。はいはい。カレーの作り方なんて忘れてくれない。そういう工程だった気がする。いい感じですね。音たまんないですね。これ多いぞ。確かに多いね。なんかね、カレーのさ、さっき炒めてもいいんだよ。なんかね、スーパーでね、カレー用の野菜ということで、人参、玉ねぎ、じゃがいもセットみたいなのがあったんですけど、やっぱりね、ちょっと量が多いですよね、野菜のね。はい、今日のね、カレーはね、シーフードカレーにしますので、野菜はね、いっぱい入ってなくても正直いいというところで、このね、キャンプでカレー作るの結構さ、いいっすよね。なかなか俺キャンプでカレーは初めてかも。あ、本当？お茶も入れちゃうようなバイル誤差が必要だから。動画をね、今撮ってるんですけど、煙がねすごい上がってきてね、ちょっと煙い感じなんですけど、散々いぶされるからね、狂わされいいかなと思って夜入っても結局またいぶされちゃうんで。そうですね。今回ね、トムジンさんとね初めてキャンプするんですけど、はい、初めてね調理からやるということですごい楽しいですね。そうですね。ということで、どんどんねトムジンさんのカレー作っていただきます。はい。つまり何やってんだって、つまようじさん何やってんだって。左手で薪を組んで。めちゃくちゃ器用ですね。熊さんにはね、活用してもらってっていう感じですかね。そうですね。はい。ところで水何分入れたらいいの？水は適当でいいでしょう。スペシャルカレーができるのが楽しみですね。はい。ということで、はい、カレー作っていきます。はい。はい。ね、カレーといえばご飯を作ってうまく炊けるかどうかちょっと心配ですけども、入れてみます。トムジュンさんはね、アルコールのコンロで、アルコールでね、はい、米を炊くことにしました。はい。はい。トムジュンさんのメスティンはね、黒です。はい。私のやつはシルバーですね。はい。それでは。